はい、皆さん、こんにちは。カメラ部 TV のダイです。今日はですね、シャッターについて知り尽くすということで、シャッターの方式には、メカシャッター、電子先膜シャッター、そして電子シャッターがありますね。 そしてこの電子シャッターなんですけども、プロの方でも未だに何万分の1秒だから動き物が止まるというふうに思われている方がいるんですね。通常の電子シャッターでは光が当たっている時間というのはそんなに短くありません。ですからその考え方は間違っています。その説明をしたいと思います。そして、 つい発売される Z9 についてはメカシャッター同様に非常に短い時間になってます。ただこれも8000分の1秒とか言っても8000分の1秒しか光が当たっていないわけではありませんのでその辺がわかるような説明をしたいと思います。では早速始めたいと思うんですけどもまずメカシャッターの方を詳しく理解しておきましょう。この図はマウント側から撮影素子を見た図だと思ってください。 下の方にあるブルーの羽根が先膜です。これが3枚構成になっていて、重なった状態で下の方に格納されていると思ってください。そして上の方のピンクの方は、えー、これは後膜になりまして、これも同じく3枚構成で上の方に重なって格納されていると思ってください。ですからこの状態の図というのはライブビュー状態ですね。ですからレリーズを待機している状態はこの状態になっていると思ってください。 そして実際に動かすんですけども、えー、非常に速い速度になりますから、一度100分の1倍速で動かすことにします。そして上の方と下の方に時間を表示するようにしました。上の方はレリーズしてから撮影が完了するまでの時間を示しています。下の方の時間は、録音中の時間を示すことにしました。ちなみに条件として、ここに積んでるシャッターは、 だいたい 3ms 程度で上から下まで走るという風うに思ってください。膜速が 3ms ということですね。そして撮像素子の読み込み速度が約 30ms だと思ってください。さらにシャッターが走った後、チャージするのに 50ms ぐらいかかるという風な設定にしています。そして露出時間の方は1分の1秒で統一して表すことにしました。ではリリースしますね。 もう露出は終わりました。そして今読み込みとシャッターのチャージを同時に行っていることになります。これで一、えー、コマの撮影時間が 61ms。実録音時間としては 3ms かかっています。1000分の1秒の露出でも 3ms 必要なんですね。ではこの動きを1000分の1倍速にして、えー、もう一度細かく説明してみます。 まずライブビュー状態から画素のリセットと先膜が走行できる位置までセットします。そしてすぐに録光が始まります。先膜が走ってすぐに後膜が追いかける形ですね。ですから露光は1 1000分の1秒で1ミリセックのはずなんですけども、実際には羽が上から下まで走る時間3ミリセックが必要ですから、必ずその時間、撮像素子には光が当たってるんですね。ここまでは1 1000分の1倍速でも1機ですので、この部分だけ3回ぐらい回しますね。 それでは次進めますね。録音が完了すると、シャッターバネを元の位置に戻すチャージという動作と、それに合わせて撮影した画像の読み出し作業に入ります。羽根のチャージはですね、後膜と先膜が重なった状態でしますので、ですから、 撮影に光が当たることはありません今はこのチャージと画素の読み出しっていうのは同時に行いますけども、一昔前はチャージ中に画素を読み出すとノイズが乗るということでシリーズで行っていましたからもっと時間かかっていました。 見ていただいてわかるように同じ1分の1倍速でも実際に撮影に必要な時間に比べてこの撮影のための準備作業、画素の読み出しっていうのが非常に長いことがわかると思いますチャージと画素の読み出しが終わりましたので次は先幕をですね対比させる必要がありますライブビューができるように撮像阻止に光が当たるためですねこれで一コマの撮影が終了になって次の撮影の準備ができたことになります ですから今回のカメラの条件で一コマの撮影時間というのは61ミリセクぐらいかかって、そのうち1分の1秒の露出だけども実露光時間というのは3ミリセクぐらいかかってるということがわかったかと思います。では続いて電子先膜シャッターの動きの説明をしますね。ご覧のようにメカ的なシャッターというのはシャッター後膜しかありません。先膜は撮像素子の表面のリセット作業、画素のリセット作業を利用して行うことになります。 画素のリセットは通常一気にやれるもんなんですけども、一定の時間をかけてゆっくりやることもできるんですね。これを利用しているわけです。そして今回のカメラの条件も、シャッターの後膜は約 3ms で走ります。そして撮影画像の画素の読み出しは 30ms ぐらいかかる。そして後膜だけなんですけども、シャッターのチャージに 50ms ぐらいとします。そして露出時間は1000分の1秒にしています。 それでは100分の1倍速でレリーズしていきましょう。メカシャッターとの違いがこれではわかりにくいので1000分の1倍速でまた説明しますね。ライブビュー状態からメカシャッターと違って先幕セットがいらないのでガソリセットすればいきなり撮影することができます。ここもうわかりにくいので3回ぐらい回しますね。 電子先膜でも後膜のスピードに合わせないといけないので電荷のリセットは後膜と同じスピードでリセットしていきます。ですから1000分の1秒の露出時間でも実際の露光時間は3ミリセックぐらいかかるということです。それでは次進めますね。 撮影が終わったので画像の読み出しをするわけですけども、ここでまず画像の読み出しを開始します。というのは先膜がありませんから後膜しかありませんよね。ですからチャージして後膜が上がっていくと、撮影素子に光が入ってしまうので観光してしまいます。 ですから、後膜が閉まった状態で、まず画像の読み出しをします。もちろん、後膜を停止して、チャージを同時に行うことも可能になりますが、後膜を停止する機構というのが必要になってきますよね。どちらを取るかはシャッターの機構次第になりますが、その機構を持たないシャッターしか持っていなければ、後膜を停止する機構の付いたシャッターをコストをかけて開発しなければいかなくなります。 これを見ていただいたらわかりますように実際の撮影時間というのは 3ms ほどで終わるんですけども画像の読み出しとそしてシャッターのチャージというのに非常に時間がかかっているということがよくおわかりになるかなと思いますですから電車のコマ速を上げようとすると本当に何 ms というところを縮めていく必要があるということですねそして電子先膜だから早くできるというわけではありません 今回示したように画像の読み出しとチャージをシリーズで行うと1コマ撮影するのに83ミリセックかかることになります。このうち露光時間というのは露出時間1000分の1秒ですけども3ミリセックかかっているということになります。これはメカシャッターの時と同じになりますね。では続いて電子シャッターの説明をしたいと思います。電子シャッターですから図のようにメカ的なシャッター幕はもうありません。この状態でライブビューが始まっています。 そしてこの時の撮影系の条件ですけども、先膜のスピードですけども、これは先ほどの電子先膜シャッターと同じように、後膜の速度に合わせてリセットの時間を調整すればいいです。そして次、後膜ですけども、機械的に遮光するものが一切ありませんから、後膜を動かしながら画像を読み込んでいかないといけないんですね。ですから、読み出しの速度と一緒になるわけです。ですから、その速度は 30ms になりますね。 メカとか電子先膜の時は 3ms で済んだものが 30ms かかるわけです。そして画像の読み出し速度っていうのは必要なくなりますからそこはかかりませんね。で、シャッター、メカもありませんからチャージ時間っていうのも必要ありません。そして露出時間は1000分の1秒で一緒にしました。ではまず100分の1倍速でレリ,リーズしていきます。膜速がメカや電子先膜の時よりも遅いので非常にゆっくりと録音されているのがわかると思います。 では1分の1倍速でゆっくりと説明したいと思います。ライブビュー状態から画素をリセットします。そして画像の読み出し速度と同じ速度で先幕として撮影素子の上から光を取り込める状態にしていきます。そしてそれぞれのラインが1分の1秒経ったところで画素を読み出していきます。このように読み出し時間が遅いと実際の録音時間というのは非常に長くなってこのようにスリットを細くしないといけなくなります。 見ての通り、膜速が遅いので、露出時間1000分の1秒でも30ミリセックもかかっているわけですね。実質33分の1秒ということです。その代わり、一コマに必要な撮影時間というのは、実録を時間とほぼ変わりないということです。ただ、このまま連続で撮影できるかというと、画素を読み出した後のバッファーであったり、メディアへの書き込み時間などで制約を受けることになります。それでは、今まで説明したメカシャッター、電子先膜シャッター、電子シャッターを 並べて比較することにしてみましょう。では、それぞれの特徴ですけども、メカシャッターの場合は、羽根はすべてメカで動いてますから、どうしてもバラつきっていうのは出ます。ですから、露光のバラつきやムラがないように、ある程度までしかスリットを細くできません。ですから、3ミリセックぐらいのスピードの羽根で8000分の1秒というのが限界になります。この時のスリット幅っていうのがだいたい1ミ、mm、リ弱ぐらいですね。電子サキマックシャッターになると、 先膜だけは電子ですから非常に高精度に動かすことができます。ただ、後膜はメカになりますから、こちらもどうしてもバラつきっていうのが出ますから、先膜は後膜ともメカのメカシャッターよりも少し精度は良くなりますが、やっぱり8000分の1秒程度までが限界になってしまいます。 一方電子シャッターになりますと、この羽の動きっていうのは電子的にありますから非常に高精度にできます。ですからムラやばらつきっていう心配がほぼなくなりますね。ですから極端にスリット幅を狭くすることができるので、1万5千分の1秒とかまで速くすることができるんですね。ただし、膜速というのは画像の読み出し速度に支配されますから見ての通り、メカシャッターや電子先膜シャッターのように 実、露光時間が 3ms 程度では収まらずに 31ms とかいう風に長くなってしまうわけですね。ですから1万5000分の1秒であっても実際に光が当たっている時間っていうのは 30ms とか数十 ms になるわけです。一方、一コマを撮影するために必要な時間っていうのがご覧のように電子シャッターの場合は短くて済むわけですね。 これらをトータルで考えると次に発売されるニコンさんの Z9 の高速読み出しができる電子シャッターがいかに優れてるかっていうことがよくわかるかなと思います。せっかくなので Z9 でも同じように動画を作ってみました。これを今のまでの電子シャッター、約 30ms ぐらい読み出し時間がかかるものと比べたらどうなるかっていうのを見てみましょう。はい、どうですか ?Z9 のシャッターに関して言うと 実、録音時間っていうのはメカシャッターと同じ 3ms 程度で終わっています。それと同時に一コマの撮影がもう終わっちゃってます。ですから、ここからもうすぐに撮影に入れるわけですね。あとはバッファーと書き込みの余裕さえあれば連続して撮影ができるということになります。この状態でもまだメカシャッターや読み出し時間の遅い電子シャッターでは次の撮影に入れないんですね。 ということで今日はシャッターについて詳しく理解するということで細かな動きを説明しました。なので、えー、ここで気をつけてほしいのは電子シャッターだと言って何万分の1秒と言うからそんなに早い時間で全ての録音が進んでしまうと思うと大間違いですのでそこは気をつけてください。なのでご自身のカメラの読み出しの時間がどれくらいかっていうところに支配されているというふうに思って考えてくださいね。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。バイバイ。